こんにちは、タカラトクタです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、仮想通貨の動画なんですけれどもね、今日は悪いニュースですね。暴落、しております。急落ですね。昨日動画を撮った時点ではここのサポートが非常に重要だというところで、下値のね、斜めのこのラインとちょっとクロスするあたりでね、急落しています。でここの、サポートブレイクした後ですね、一気に押し下げられて、いますね。で売りが売りを呼ぶポジションを総狩りしたような感じですね。すごいロスカットも思いっきり入って、下げに下げていったという感じですね。2つ目のサポートも悠々と割っていきましたね。はい。そして、3つ目の、サポート意識されるところで一旦反発はしたんですけれどもね、こちらのサポート展示でレジスタンスでまた跳ね返されて否定されましたね。で一気に急落していきました。一時最、安値の方がですね、ドル建てでいうと 28,800 ドルですね、3万ドルを切ってきました。で日本円で、言いますとですね、現在の価格は急落したんですが、320万あたりまでね、また上ってきておりますね。はい。ですので、本当にね、急なことではあったんですけれども、ちょっと後ろからね、見てみたいと思うんですが、このあたりですね、1月1日元日のあたりからですね、サポートを、ここはいったまた引いておいた方が良さそうですね。大きな流れで見ると、このフラッシュクラッシュがあったところ、そして2回目の、急落、そして3回目の、急落ということですね。1、2、3と来ているわけなんですけれども、それにつられてですね、アルトコインも全面安と、なっておりますね。ビットコインにつられる形で、落ちておりますね。もうこれも仕方ないことですね。これは仕方ないと思います。はい。ただ1個気になるニュースもありましてですね、ビットコインのこのブロックチェーンに問題発生と、そういった噂がね、広がったということが背景に一応あるようですね。こうなると、FUD、先ほど売りが売りを呼ぶって感じですね。置いていかれたくないという、FOMO とも言いますね。Fear of Missing Out という、自分だけはこの、急落してもう損したくないというところで、含み益をなんとか、残したいということでね、売りが売りを呼ぶということ で、その中で結構仮想通貨ってその噂、ファンダーの影響をすごい受けやすい状況、性質もありますので、このブロックチェーンですね、瞬間的なチェーン分岐が確認されて、2つのブロックの再編成を行うリオグが発生したということですね。分岐をですね、悪意のある攻撃として、ビットコインブロックチェーンで20バレが発生したとする放送が、ね、一部の報道が一部のメディアであったようですね。そして 51% 攻撃など、悪意のある攻撃や問題が起こる可能性を連想させる事例ということで、ビットコインの市場が、混乱する原因となったようですね。そういった噂もあってですね、そうなるとやはりみんな損はしたくない、得を するというよりは、人間って損をしたくない生き物らしいので、やはりね、置いていかれないということで一気に、押し下げられてしまったわけなんですけれども、でそこから一旦ここ多分そこだとより意識されるところ、一旦3万ドルを切ったあたりで、大きく、跳ね返っておりますね。ここが一旦のそこだろうという観測が多分なされたのかなと、大半を占めているのかなというところなんですけれども、これだけの、急落を、見せておりますので、その分戻りがちょっと結構大きいのかなという感じはしますね。でこれから先は本当に読めないんですけれども、これがまだ調整の範囲内だという意見と、もう上昇トレンドの終焉だということで、200日平均線を、下回ったのも多分この上昇パターンの中では初めてだという、記事も見たんですけれども、今後本当にどうなるかわからないんですが、やはり重要な、節目、この横の線で、しっかりと、見ていかないといけないなというのがありますね。ですので、一応ですね、ライン、そして次こちらのレジスタンスですね、こちらがまた一旦サポートになるんですけれども、これだけ急落していますの で、もしかするとそのここで、買いますぞという狙っている人たちもやっぱりいますので、その中ではそのパワーがもし大きければですね、戻りももう少し早くなるのかなと思うんですけれども、一旦は
どうでしょう、まずはちょっと様子を見ないといけないですね。ちょっと時間をかけてみないと、まあ、ちょっと今月いっぱい様子見たいですね。これがトレンドの転換なのか、それともこの一瞬の急落なのか、調整なのか、そこをまたちょっと、今は議論できないところではありますね。また他のファンダも出てきた場合ですね、噂でね、上下する可能性がありますね。個人的にはまだ調整の範囲なのかなというふうに思っております。こういったね、乱高下っていうのはビットコインの風物詩なので、2018年頭のね、落ち方を経験しているので、まだ可愛い方かなと、まあ、落ちてる額はすごいですよ。さすがにすごいです。すごいですけど、以前の前回の2018年の最高値範囲までまだ落ちてないわけですよね。ですのでまだ様子を見ていきたいところです。はい、いやちょっと、ね、びっくりしましたね。朝起きたらビットコインが落ちてたと。まあ、でも長期的な目線で見ていかないといけないわけですね。局地的に見ると非常に怖いなというところですね。上がりはゆっくりなんですけれどもね、下がりはどうしても早いんですよね。これは多分どの市場でも一緒だと思うんですけれども、ゆっくり力をね貯めながら上げていって、そして下がるときは落ちるというところですのでね、一旦ここが底値であれば上がって、そしてまた調整を繰り返しながらというところに期待したいんですが、もしここを下がってしまった場合、またさらに落ちてきてしまった場合、ずるずる落ちてしまう可能性もありますので、まあ、本当にねここは非常に気になるところですけれども、もうね未来は神のみぞ知るということですのでね、まあ、本当に祈るしかない部分もあります、仮想通貨に関してはね。 FX とかだと、まあ、ちょっと自分の振る舞いとか、仮説を立ててプランを立てて戦っていくわけなんですけど、仮想通貨の場合は、ね、まだまだ板が薄いというのもありますし、歴史が、ね、まだ10年ちょっとですので本当にまだ分かりません。その可能性にいかに、信じてホールドできるかというところですよね。はい、まあ、一応急落はしましたけれど、中長期的な、ね、トレンド、強気トレンドは崩れて、いませんので、あとはその新型コロナ の、ね、感染拡大に伴う、 こう大規模な金融緩和がやっぱあってですね、それで株式市場を中心にかなり今盛り上がっていますよね、金融市場ね。まあ、そういった中で仮想通貨もその波に乗ってきた、わけなので、本当に、まあ、大規模な調整の中の波かなというふうに捉えております。ですのでまずはね、大きな局面を一旦迎えて、反発をしておりますので、まずはこの先を行った様子を見てみたいと思います。はい、ではね、あまり噂に、惑わされないように、ただ価格はね非常に大きく下げたので、それだけこのファンダの、強さというのを身にしみてまだ改めてね感じたところですね。はい、また何か動画があれば撮っていきたいと思います。はい、共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。